B1 に続く日産のパイクカー第2弾がこのパオである。1987年の東京モーターショーに出品されたが、販売開始は89年。 B1 と同じく限定生産だったが、 B1 が単純な1万台限定だったのに対し、パオは3ヶ月間に集まった予約分だけ生産するという手法を取った。 B1 が予想を超える大人気となったためである。ベースとなったのは B1 同様初代マーチの3ドア。ボディ、エンジン、サスペンション、ギアボックスは全く同じものが使われている。ただし B1 で不評だったハンドルの重さに対応するためパワステを装備し、細めのタイヤを履くなど細かな改善が施された。 B1 が古い英国車風だったのに対し、パオは開放的なエスニックムード。開発コンセプトはリゾート気分を感じさせるアドベンチャー感覚あふれる車とされた。鉄板そのままのようなボディパネル、サイドウィンドウの三角窓、露出したドアヒンジなどはルノーキャトルにも似たブリキの自動車のイメージ。テールゲートは上下に分割して開閉可能で、ボディカラーはアクアグレーを筆頭にオリーブグレー、アイボリー、テラコッタという個性的な色合いを揃えた。インテリアはシンプルな1メーターダッシュパネル、2スポーク台形ハンドルを備えたクラシックなイメージ。ファブリック薄型シートはメッシュ製バックポケット付きで、専用オーディオがオプション装着できた。 B1 と同じく懐古趣味などという声も聞かれたが、そんな意見をよそにパオは3ヶ月間でなんと31,321台という予約を集めたのである。